ちょっと前回は僕途中で、はい、何しとったんや、何しとったんや、みんな言うとったで、とんなんちゃうか言うて、示談で終わってよかったですね。お前な、示談で済んでよかった、もうびっくりしましたね。そうだよね、今これ笑えてるけどもしこれ流れてる時笑えへん時なんか来てたら思わずね、これ流れてる時にタイミングってそんなもんすか、まあ、まあ確かにあるわな、いたずらですわ、やでね、ほんまに。いやそれでちょっとあの宮崎の気持ち分かったよあんだけ言われとったら、まあ、言うたげた、あいつももらえがた、飛んだ飛んだ言うてね、そう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 、言うたげた、飽きません、まあまああんまりあんまりね悪いこと言わずに。でも2回も2回もおれんかったからな、はい、絶対飛んだで、2回もねあれでもやっぱり1万円握って走っていかれましたもんあれけどやっぱり芸人が飛んだっていうとなんかリアルですね、リアルリアルリアルやな、特にまたこの楽屋話芸人が飛んだ言うたたちがリアルですね、何があってもおかしないからね。なべちゃんが告知があります。はい、1月の27日の日曜日なんですけど、通天閣のもう地下に通天閣劇場という劇場があるんですが、そこでシンデレラエキスプレスの、トークショーですね。はい、漫才はせえの？漫才はしないですよ。夕刊新プレ新聞社という僕が作った、まあ、あの芸人のそういう新聞を解説するというトークライブ。おもろいね。ああ、おもろい新聞作ってるよな。はい、それをこう、まあ、みんなにこういろいろこう、ここはこういう記事ですよと解説していくというなんか裏ちゃんと番組表まで作ってるもんな。あ、番組表なんかもそれもちゃんと、うん、あの皆さんに説明しながらという、はい、おもろい、おもろい、それが、1月27日の夜のですね、うん、6時開演で、はい、はいはい、通天閣劇場でやります。5時半から開場。料金は？料金は1000円。あのこの楽屋話見ましたという方は、うん、あの前売り料金の1000円にさせていただきますので、はい、ぜひ窓口受付で、言ってください。1月の27日の夜6時開演です、はい、お願いします、はい、お願いします。やりまんな、はい、まああのけどありがとうございます。先月ですけども、うんうん、あのこと始めで、はい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 、小敷さやかがよう飲みよった。ちょっとあの僕ね、こいつがね、うん、こいつね、いつも貧乏絵に描いてる、ね、うん、あ、まあずっとそういう話やってるわな、貧乏話な、貧乏絵に描いたようなだってあの帰りもあの唐揚げちゃんとパックに詰めて持って帰ってた、持って帰った。それを二度揚げして食べたんですよ。見えへんか。やって噂あります。噂やないで、はい、今ねお酒急飲みたいですか言ったら、はい、言いながら、いつも飲みに行った時でも、はい、こつ飲みなんかね、あんま飲みおらへんのよ、はい、なんか飲むの思いながら、はい、あの日はさすが、あの鹿児島出身やな思ったわ、飲みよった、飲みよった。いや、なんか普段は飲めないんですけど、うん、なんか楽しすぎて、うん、すごい飲んじゃいましたね、あの時。テンション高かったもん、めっちゃあれ、うん、あれ少女2升分ぐらいとね、あんなね、あんなもう宮崎元気はほんまにあいつはほんまに踊った、あいつはほんまに踊った。メンバーが、はい、ね、うん、ザバって、まあ、まあ若い力勇気、はい、リアンキャーヤンね、はい、このお二方、はい、そうそうそう、宮崎元気、はい、黒井、はい、西川このり、西川このり、俺、うんうん、で小敷さやか、他田アリザ、こんな迷い込んだ子羊や、ほんまですね。逆に飲まないやってられんだから。それはあるかもしれない。2時間長いでいながら。アリザかわいそうにまだ未成年が飲まれんかったからな。そう、一滴もまだ飲まれん。そうですね。もう最後またキャッチニア踊ってなんか、うん、またあのフィリピンダンスとか。いやなんか例の踊りを去年一昨年にやった時なんかもっとおもろいダンスやったらしい。なんか去年照れてけつかったな。ちょっと弱、やっぱ期待されるからちゃいますか、期待を。だからあいつも酔うたら弾き読んねんけど、はい、ちょっと理性が残っとったら照れ読んね。あんまりさ、あのキャッチニアせんねんで、前のみんなでうわーって昔バブルの時にね、スポンサーと一緒にうわーってやってて、ほんなら隼人翔がスポンサーに、ちょっとみんなこれトルコ行かしてやしたい、ほんまこういう昔がトルコ、はい、トルコでもほんまにパスポートでトルコ連れて行ってなんで旅行好きとかさっき取らなかやろ、北新地からなんで韓国行くからトルコトルコ言うたよ、そういう意味でしたから、ほんならみんながうわー10人ぐらいやな、うわーよっしゃ社長やりますからって言ったら、うちの相方や、すいませんちょっと用事あるから帰らないといけない、ほならやめとこかなって、みんな一斉攻撃やね、どうちゃうかお前、みんなテンションブワー下がらかったよ。キャッチには意外とそんなとこね、空気読めんとこあんねん、意外とトルコがラーメンになったからそうラーメンになって帰った、ラーメンになって帰ったラーメンになって帰った、まあ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 、そうですね、シコシコですね、なんかこうめちゃうまいな、シコシコつながるかコシコシコこってりね、こってりね、藤田なんかずっとボエとったから、うん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 
ラーメン食いながら、トルコ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 、皆さんがすごい飲みはるので、あ、まだ全然ついていってないなと思って。いや、まあ雰囲気もあるよな、周りが飲んどったら、うん、あるあるある。ね、みんなの作ってくれとったらやっぱ女の子からで作ってくれとって、我がのもその時ずっと作っとるからやな。こいつ結構いっとるなと思ってたから、こいつ結構今までみんなで飲みに行くけど、古式があんだけ飲むの初めて見て、うん、こいつが気持ちを酔っていくの初めて見て、うん、潰れるまでいかないですか、いいよ言い方で。いや、だからもう分かる、今まま帰ったよ。その後は知らんけどな。初めて二日酔い体験しました。日本酒とかありましたもんね。あ、日本酒もなんか一本あったな。あと中ちゃんぽんした。あ、結構いろんな種類飲みたい。あの、いろんな種類飲みたいで、これどんな味ですかとか試しとったの。あ、まあ、知らんうち日本酒京都全部開いとったから。やるよ。普段あんま飲めないので。ということは結構あの男が、周りにいる男は喜ぶ飲み方ですね。そう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 。なるほどなるほどなるほど。駅まで森脇さんがこうおんぶしながら、ケンジ進め、行け、日本の夜明けだーとか言って、アヒルもって、ボコボコ頭が出てて、しょうがねえなみたいな。だから、静かになったらこう寝てもてる、寝てもてる、結構可愛い、ここで吐息が聞こえる、結構可愛い。それで第5話終わり、第5話。漫画やな。昔だったら漫画。そんなはなくですか。そんなはなくや。いや、だから俺は途中で帰ってるわけよ、はあ、京都やから、うん、そうそうそう、他の人さんも京都やから、ね、平安特急で、うん、もう電車あるうちに言うて、うん、帰らさなきゃ、ほんなら古式どうすんねんなら残ってんすよ、古式。そうそう、森脇とアリサが帰ったんかな、はい。ね、どこってのちっちゃなおっさんとやな。一人のあのわけのわからんこの膝ある酔っ払いとやな。で、ちょっと子羊が残っとんねんな。そこでもなんか全然なんか負けてなかったもん。へえ、気持ちをやっとったわ。もうあと、ああいう芸人ばっかり集まる飲み会っていうのは、いや、もうあれに参加しないと年越せないですね。いや、もう勘弁してください。最初完全な若い一門なっとるやな。最後ね、最初ね、うん、姉さんの店ね、行った時に挨拶する時に、うん、僕紹介します、アリサと小杉さやかで、若い隼人の、孫弟子になりますって言って、その前は、おととしは隠し子ですって言って、うん、大変ねって一言で、今回孫弟子になります、同じリアクション、あらら大変ね。同じなんですよ。同じやで。ほんでこいつが小杉さやか、師匠の奥さんは、古式島出身、うん。鹿児島の、そう、古式島の出身やねん、奥さん自体。孫ですとか、そんな鹿児島のネタよりも、その古式島に。ガー食いついてるな。ガー食いついてる。なんですよね。だから、古式っていう字のお酒とかもすごいいっぱい。うん、ああ、なるほど。聞いたことあるよ。うん、それ。それ、やっぱ嬉しかったですね。なんか親近感がありました。ほんで、姉さんが、え、古式さんやから、古式島出身、うん、鹿児島出身やけど、うん、どこの出身やったっけ、国分。もう全然関係ある。九州本島だ。あんま話盛り上がりそうで盛り上がらない。ちょっとだけ食い違いよ。ちょっと食い違い。猪木対アリセン。大きく言うたら鹿児島やから。大きく言うたら鹿児島やから。でも名前が古式やから、古式島遠くじゃけど、古式島行ったことない。あ、ないと。相手もないかよ。なんじゃそら。なんとも言えない。噛み合わないと。でも喜んではった。喜んであった。喜んで。まあ、では、こと始め、またね、参加してもらえたら。今年もね。はい。で、余ったものはどうするんやったっけ。はい、持って帰る。来年からは自分でタッパー用意するよ。ありがとうございました。ありがとうございました。